象庁観測部の木川と申します。私、この約5年間、降水ナウキャストの開発に携わってきました。観測部にいるのはただの偶然でして、もともとこの降水ナウキャストというのは、予報部のプロジェクトなんですけれども、この今日は特にこの高解像度降水ナウキャスト、昨年8月から提供を始めております、高解像度降水ナウキャストについて、そのエッセンスについてお話しさせていただきます。実はこの画面です、ね、昨年の、とある展示会で私どもがリーフレットとしてブースで配りました高解像度降水ナウキャストを宣伝する材料です、ね、これを開けてみますとこうなりまして、この6つのテーマでナウキャストを説明しています。ナウキャストとは一体何か、それからどうしてナウキャストが必要なのか、どのように作っているのか、そしてどこでいつ誰が使わないといけないかという話をここでこの順位を追ってお話ししたいと思います。まずナウキャストが何かというのはもう皆さんこれご存知だと思うんですけれども、英語の今を表すナウとフォーキャスト、予測するフォーキャストの造語です。もちろんこれは気象分野では短時間の予測とか直前予測という意味があります。気象庁はこのナウキャストについて降水、それから雷、竜巻発生角度という3種類のナウキャストを提供しているんですが、昨年8月からその降水ナウキャストに高解像度と名を付けた新しいものを提供しています。まず気象庁が提供している降水ナウキャストですけれども、実はこれ歴史が古くて、最初はもう10年以上前の2004年の6月から提供しています。この時最初はですね、1キロ更新で10分ごとに更新をすることにプロダクトでした。それが2011年東日本大震災の後に、気象庁の実はこの2009年7月に気象庁のレーダーはそれまで10分間隔で観測をしていたものを5分更新にアップグレードしまして、それを受けて2011年にまず1キロ更新のまま5分更新というナウキャストを新しく追加しました。そして昨年更新を250メートル更新まで細かくして5分更新で高解像度降水ナウキャスト、新しいものを送り出しています。これが私ども第2世代と呼んでいる新しい世代の降水ナウキャストです。この降水ナウキャスト、更新が細かくなっただけではなくて、もう一つ の特徴としては、この誤差情報というものを私ども予測データと一緒に提供しています。これはまさに降水量がいくつ、例えば1時間先まで50ミリ降るという雨の予測に対してプラス何ミリ、マイナス何ミリという幅がこれだけありますよというものをお伝えする情報です。こういう新しい情報のチャレンジもしております。高解像度降水ナウキャスト、高解像度というのは先ほど申し上げたように250メートルの解像度があるわけですけども、その時間方向も含めた分解の解像度を見ますと、実はそのこの250メートルでデータを提供しているのはこの緑の陸地と、それからやや沿岸部ですね、が250メートル。250メートル更新で予測の初期値になるものと、それから30分先までは250メートルを提供しています。一方、その海上は、まあ、レーダー、海上というのはもともとレーダーから遠くなるという特性もありますし、それから海はどれだけ雨降っても洪水にはならないので、1キロでいいでしょうと。これはなぜかというと、この領域を全て250メートルで提供してしまうと、ファイルの大きさがもうとてつもなく大きくなってしまうので、ナウキャストをいかにうまく使っているのかということも考えて、会場は今、1キロという格子でデータを作成しています。そして、もともと高解像度降水ナウキャストは30分まで予測しようと考えていたんですけど、それだとちょっと使いづらいなということを、当然意見もありまして、
1時間先まで予測を延長しています。ただこの時は陸上でも1キロのコースでデータを提供しています。でこの250メートルと1キロを組み合わせたデータを5分ごとに更新していきます。次は、どうしてナウキャストが必要かと。これはもう今加藤さんからお話があったように、まさに非常に短いスケールで積乱雲が発生して発達して雨がもたらされる。しかもその積乱雲が非常に速いスピードで動くということもあると。いう事例を見れば、なぜナウキャストが必要かとは直後瞭然かと思います。どのようにナウキャストを作っているか、今日は ここがまさに今日の本題ですけれども、高解像度降水ナウキャストに使用しているデータとしては、気象庁の C バンドレーダー、20機ある C バンドレーダー、それから、現在38機運用している国土交通省のエクスレイのデータ、ここのこういう少し明るいところですね。それから、国土交通省または自治体の流形、気象庁の観測になりますけれども、ゾーンでアメダス、ウィンドプロファイラーのデータを利用しております。この解析データがこの左側になりますけれども、観測データから解析を行い、まず解析値を作ります。解析値作る処理も今回高解像度降水ナウキャストでは自らナウキャストの処理の中で行っています。でさらにその解析値に基づいて予測値を作ると、最終的にこの解析値と予測値を合わせて高解像度降水ナウキャストの配信データとして世の中に送り出しているということになります。でこの解析値の細かいところは、時間がないので省略させていただきますけれども、解析値といっても実はこの中に降水強度であったり遠赤積算、雨水量であったり、さまざまなデータを内部的には作るようになっています。高解像度降水ナウキャストは解析値を降水分布の解析値を自ら作るということで、どのような特徴があるかといいますと、まずこの6つが私が考える大きな特徴だと思います。1つはレーダーの電波がどのように大気を伝わっていくかということを見るために、気温と湿度から電波の伝わり具合を計算します。その伝わり具合と、あともう一つレーダーの観測に非常に有害なこのクラッター、例えばこう風車があるとかですね、そのレーダー電波を雨ではないのに反射してしまうものとか、それから、ブライトバンドと呼ばれる有害素の部分はレーダーにとっては非常に困ったものなので、そのブライトバンドやクラッターを避けるように、こういう点線で示したこの部分で、上空の雨の強さを測るということをします。この高さを計算するためにこちらの、天板経路の、結果が利用されます。それからレーダー一つ一つの観測データを最終的には全国規模の合成データを作らないといけないんですけど、その時に、実はこの新しい手法、平均荷重平均法というものと最大値法を併用するという新しいアプローチを使っています。それからこれもこの1行で済ましてしまうのはもったいないぐらいなんですけども、実はこのレーダーというのは一つの角度を観測して次の角度を観測するのに15秒とか20秒の間隔がありまして、その間に風が強いときはエコーが動いていってしまうということがあって、そのわずかな動きも250メートル解像度ではもう非常に大きな問題になってしまうので、その動きを補正するという処理も行っています。あとこの2つですね、このレーダーはもともと高度およそ1キロから2キロの部分のデータを使うんですけれども、1キロから2キロのデータでレーダーが観測した雨量から地上に、その雨が地上に落ちてくるまでにまず風が流される、それから蒸発してしまったりするということもありますから、まずそれを補正しましょうと。でさらにその補正するために地上の雨量計を使うんですけども、雨量計もその雨量計がもしかすると例えば風が強い時に雨を取り損ねているかもしれないということをしっかり補正しようというアプローチが今回高解像度降水ナウキャストで取り込まれています。先
ほどレーダーの防線の話をしましたけれども、気象庁のレーダーと X レーン、国土交通省の X レーンというのは周波数が、使っている電波の周波数が違うため、実は特性が大きく違います。一番大きいのは、その X レーンは周波数が非常に高いので、強い雨があると、このように黒い部分がそうなんですけども、電波が弱まりすぎてしまって観測ができないという一つ大きな課題があります。これはもう避けられない、この周波数を使う限り避けられない問題なんですけども、その一方で20ヘンパーの X レーンは20ヘンパーの機能を持っていますから観測データを持っていますので雨量値の精度は非常にいいと考えています。ですからこの部分20ヘンパーなので雨量値の精度がいいという部分をなるべく生かそうと私どもは考えました。その一方で気象庁のレーダーは5ギガヘルツを使っていますから、X レーンに比べると光源数の影響は相対的には小さいということで、どのような方法を用いるかといいますと、気象庁はレーダーごとの重みをつけて合成する荷重平均法を、 X レーンは減衰したところを何とか救わないといけないので最大値法、つまり大きく強い方を取ると、降水強度が強い方を取ると、最終的に合成するときにX レインのいいところ、つまり20変波で量値の精度がいいという部分と、気象庁のレーダーは降雨減衰に強いという部分のいいところを取るというところ取りをして、一番いいデータを取ろう、作ろうというアプローチです。それから、次は、レーダーが観測する高さ1キロまたは2キロから地上まで雨が落ちてくる間に蒸発してしまったり、風で移動してしまうということは、ウィンドプロファイラーの風で、どれぐらい落ちるかということを計算して位置をずらした形で、降水分布を作っています。一方蒸発に関しては、もちろんその地上の湿度とかを使うんですけども、これは単純に降水強度レーダーが観測した降水強度を引き算するのではなくて、地上雨量計と組み合わせて地上、例えば地上雨量計で雨を観測していなくて地表付近が乾燥しているときは雨量値の推定値を下に下げるという効果を大きく効くような整理をしております。それから次はですね、雨量値の推定ですけれども、これはレーダーが観測した Z 反射強度に対して R 降水強度です、これの関係を求める際にエコーが対流性か相乗性か、それからまたは評価という判断をしまして、その対流性であれば対流性の ZR 関係を、相乗性であれば相乗性の ZR 関係を使ってまず降水強度を求めます。さらにその強い雨、非常に強い雨の場合でレーダー2つのレーダーから観測できる場合は、この例えばこのA というレーダーは強い雨を電波が通過するときにこの地点ですと電波が非常に弱まってしまうという特性があります。一方 B のレーダーから見るとどちらも見通せるので、この2点間でどれぐらい電波が減衰したかということを測れますから、この測った量と降雨減衰の量とそれから降水強度の関係から、この領域でどれぐらいの雨の強さがあるかということを計算しています。一方雨量計に関しては、このように風が強い時にその雨量計のこの上の部分で、風がこう吹き上がって、で本来入るべき雨粒がこう外れてしまうという現象が起きるわけですけど、この現象を考えると非常に強い風が吹いている雨量計の部分で非常に強い風が吹いているときに、もしかするとその雨を全部捉えきれていない可能性があるということで、風が強いときには雨量値を少しこうかさ上げするという処理を行っています。ただこれはまだまだ発展途上の技術で、現在のまず風速だけを考えています。風向というのはまず考えています。それから、これはかなり大胆なやり方なんですけども、すべての雨量計を一つのケースで構成しています。これはもちろんその最終的なゴールは一つ一つの雨量計、観測環境に応じたそのケースを決めないといけないんですけども、
それはもう何千とある量刑の一つ一つをケースで決めないといけないのは大変なことなので、まあ、それから取り組んでいきますけれども、まだ今発展途上だということを申し上げています。で次に本体はもう予測の部分ですね。私どもはまずレーダーの3次元上、3次元観測を行いまして、まず注目すべき点については、そこを高解像度で3次元の降水分布をまず作ります。これは水平方向が250メートル解像度で、鉛直方向は100メートル解像度で、高度15キロまでこういうふうに切り出すわけですね、エコーを。そこの部分に関して3次元的に予測をして、最終的にその下にある予測データを作ります。ただこれだけですと、まあ、当然その周りは予測できないので、もう一つその解像度は少し落ちるんですけれども、その広い範囲を守備範囲とする予測という手法を併用しています。こちらは、降水強度3次元の観測データから降水強度やエコーの高さ、それから鉛直方向に積算した雨水量、氷水量、さらにその、雨水量の時間変化から計算した鉛直速度や鉛直加速度という情報を使います。でこのような情報を使って、その地表における、全国規模の全国範囲の降水予測を行っています。でこの高解像度の3次元の予測というのは、またさらにこれ中で2種類ありまして、まず最初の部分は実況法外です。つまり、実況を時間方向に先に延長していくという手法なんですけども、このように積乱雲の非常に生成が激しいところで単純な実況法外ですと大体予測が破綻してしまうので、後半30分までの後半になってくると予測モデルを使って予測をします。それをうまく途中はブレンドして予測として作り上げて、この対流1次元の、鉛直1次元の対流モデルというのは、バブルという、まあ、空気の塊を仮定して雨がどれぐらい作られるかということを計算するものですけれども、これは入力データとしては、気温、水蒸気量、風の鉛直プロファイル、それから地上の気温と水蒸気量、でさらにその元になるバブルの大きさと最初にどれぐらいのスピードを持っているかという初期条件を与えて、まずバブルがあります。それからこれがこの浮力で上昇して、上昇していくとその中で凝結して雨粒になって、その雨粒が徐々に、たくさん増えると落下すると、さらに、上昇すると浮力がなくなって上昇が止まると。一方その雨粒は途中で、乾燥していれば蒸発して空気を冷却して最終的に地上に落ちれば地表を冷却するというプロセスを計算しています。で結果として出てくるパラメータはこのバブルがどの高さまで上がるかということと、どれぐらいのスピードで上昇するか、それからこの一つのサイクルで積算される降る雨はどの程度かということと、これはまだおまけなんですけども、雷がどれぐらいになるかということを計算しています。この入力のとなるこのモデルで利用している入力となる気温の部分が実は非常にこの結果にですね、大きな影響力を持っていますので、高解像度降水ナイキャストではこの気温の鉛直プロファイルについては特にその自らプロファイルを作り上げて、しかもそれを5分ごとに更新するという仕組みを導入しています。鉛直プロファイルの導入更新というのはどういう考え方かといいますと、観測値があります。これはエコーを実際のエコーをレーダーの観測データに基づいて追跡したときに、レーダーがエコーがどれぐらいの鉛直速度を持っているか、つまりエコーの上端がどれぐらいのスピードで上昇しているかというパラメータ、それから実際その最盛期にエコーがどれぐらいの高さまで発達したか、雷がどれぐらいになったかというと、それからそのライフサイクルを通じてどれぐらいの雨が降ったかということを計算します。観測します。この、
ラムが発達するのかというのを計算しまして、この場合ですとこの真ん中の例ですけれども、これが一番観測値に適合しているということで、多数決でこのプロファイルがおそらく次に使うと一番いいでしょうということで、次の予測サンプルに使われることになります。降水の3次元予測、もう一つの部分ですね、そのこちらの広い範囲の予測というのはどのように行われるかということで、移動予測、それから延直速度、さらには、発生予測、そして、線状降水帯の予測というものを今日簡単に一つお話します。まずベクトルというのはまさに、エコを動かして予測するという基本なんですけれども、今回の降水ナイクエストではドップラーレーダーの複数のドップラーレーダーを使って、まず風をのベクトルを作る、それからエコーのパターンマッチングでエコーの動きを追う、もう一つはそのエコーが発生する場所の動きをパターンマッチングで追うという3種類のベクトルを使い分けて雨を予測しています。延直速度、加速度というのは考え方は非常に簡単で、雨水量、延直方向に積算した雨水量というのが、その時間変化というのが延直速度に比例するだろうという非常に大胆な仮説を作っています。これはもともと延直1次元対流モデルのオートコンバ条の考えから来ているんですけども、それをもう少し発展させて、その二次微分というのは延直加速度に、関係があるだろうと考えて、実際その延直加速度の指標が大きいところではエコーが発達していくということから、延直加速度は静水予測で利用して、もう一つの延直速度のパターンの向きというのは水平方向の移動予測に加えて利用するということを行っています。発生予測ですけども、これは昔から取り組んできたことなんですけども、積乱雲の発生の予測をしようということで、トリガーに使うのは強い雨の下降気流ですね、それから地上の風の収束や気温、水蒸気量の変化、そして、大気の不連続を示す微弱エコーが交差するときに、雨を予測、積乱雲の発生を予測するということを行っています。これは発生する予測の例ですけども、このようにその気温と水蒸気量の変化のパターン、または微弱エコーのパターンから発生する予測位置を予測して、実際そこに30分後に積乱雲が発生しているということです。線状降水帯の予測についてはまたこれ特殊な機能を今回その降水ナイクエストは持っているんですけども、これは大気の状態等を考えて発生する可能性が高い領域をまず識別します。でそこに、エコーに線状降水が出てきたら予測するんですけども、もう一つの条件として延直速度のパターンの移動ベクトル、つまり活発な領域が気温で言えば低温側、風の収束で言えば水平の発散側に行くときに、こういう条件が揃うと予測を線状降水の予測機能が起動される仕組みになっています。これは昨年8月の広島の豪雨の時の例ですけども、気象庁のレーダー、それから X-ray の2極のレーダーを使って3次元の風の場を計算してみました。そうすると、風に垂直な断面を見ると、どうやらここに、こういう感じの、ここは強い、雨の強いところですけども、こういう、循環がどうも、循環というのは間違いなんですけども、風の流れがありそうだということで、私どもはこの風の流れを検出するアルゴリズムを、このアルゴリズムはそのメスサイクルをこう90度回転させているような仕組みなんですけども、このアルゴリズムでどれぐらいその大雨と関係があるかというのを調べています。これは海水給料で2時間積算したときに150ミリ以上の領域を取って、それがどういう形であるかというのをまず調べた上に、そこの領域にその回転成分がどれぐらいあるかということを見たわけですけども、それは全体2011年から14年の中でおよそ6割か7割ぐらいがその回転成分がありそうだということが分かってきました。ただその中でこの6割7割の中もその延直視野を見ている可能性も十分あるという事例もありますし、これが全部こう
こういう特徴がどうもありそうだということと、ここで少し強調しておきたいのは、この雨というのがどうやらその多くがまず細長い形状をしているということが特徴があるということと、もう一つ、この出現する時刻がですね、その深夜から朝にかけてが多いという特徴があるということです。これは時間がないので確認しますが、線状降水の予測は、私ども取り組んできまして、昨年の8月以降改善に取り組んできまして、レーダーの観測に基づいて、その回転成分を利用して、線状の強風帯がこう停滞するということの予測を改善できたと思っています。ただし この予測というのは、全ての線状降水帯を予測できるわけではなくて、しかもその線状降水帯というのは降水予測全体で見れば非常にわずかな領域ですから、改善数字で見る改善というのは非常に限定的だと思います。ただこれまで経験則に基づいて、経験に基づいて予測してきたやり方から、物理的なまたは力学的な手法に近づいたという点では、私は大きな前進だったと思っています。これからも頑張っていかないといけないと思います。あとはこれは予測に先ほど少しだけ申し上げたように、高解像度降水帯キャストでは予測誤差を使っています、作っていますので、このように予測をの誤差がどれぐらいあるかというのをユーザーの皆さんにお知らせしていることの紹介です。あとはですね、これはもう皆さんナウキャストはどこで使うかということでご存知だと思うんですけども、気象庁のホームページで見たときに黄色い領域または赤い領域が重なっていたときは、もうあまり深いことを考えずに安全確保の行動をしていただきたいということです。ただ、そう私どもが宣伝はしているんですが、実はこれは悲しい結果なんですが、昨年度気象庁が行ったその気象情報との利活用に関する調査では、実は4人のうち3人はナウキャストのサービスを知らなかったという回答をしてまして、それはいけないなと思っています。高解像度降水帯ナウキャストというのはまだまだ認知度が低いと。でここからは私の意見ですけども、そうは言ってもこれから自分の身を守るためには自助共助というのは非常に大事になります。で特にその高齢化という現状を見ると、共助というのは非常に大事で、特にその高齢化の集まりの気象の専門知識を持つ方々が地域の中で活動するということも非常に大事になると考えております。ということで、ありがとうございました。どうも、木川さん、ありがとうございました。それでは質問コメント等ある方、よろしくお願いします。すいません、防災研、京大防災研の中北と申します。お話の途中で、延直上昇流があって、でそれの、加速度を指標に使われているとあったんですが、ちょっと聞き逃したと思うんですが、延直風速と延直風速の加速度はどう出されているのか、もう一度教えていただけますか。ですね、延直速度は延直積算雨水量の時間微分で計算しています。もちろんその、気中で延直方向で見ると、その加担で雨がこう落ちていく部分もありますので、延直積算雨水量の時間微分と一番下の層の降水強度を足し合わせたものを、その雨量値にある係数をかけて速度にしています。他に、はい、しんさん。防災科学主義です。最後に、紹介しました誤差の情報なんですけど、どうやって誤差を出すかっていうのが一つと、あとは最新データに誤差の情報が入ってるっていうお話だったんですけど、一般に広くその誤差の情報も流すのかどうかについて教えてください。まずその計算の仕方ですけども、それはもともと誤差というのは、例えば1時間先までの雨の雨量値の誤差というのは1時間先にならないと本当は分からないわけです。でもそれをどれぐらいあるかを予測しようということなんです
つまり誤差を予測するという予測の誤差を予測するということで、実は予測後それを予測するモデルを作っていまして、その予測のプロセスでどういう計算がある、だからこれぐらいの誤差が生じるでしょうという予測モデルを使います。で、配信データに一つ目の質問ですけど、配信データには確かにその、予測誤差の情報は入っています。それは実は気象庁ホームページではまだ見ることができないわけですけども、今後その予測誤差も使ったその情報の見せ方というのも検討していくことになると思います。それ以上のことは私の立場と申し上げられるように申し上げます。他に何かないでしょうか。せっかくなので、あの開発者が来ていただいているところもあるので、お話聞いて、あの新しいそのナノキャストが非常にそのあの物理過程を取り入れていることにびっくりしましたが、あの大量 の、 あの1次元モデルが入っているということが あの素晴らしいと思うんですけれども、あのその時の評価というのはあるんでしょうか。そのあの個々 の、 そ の、 あのセキュラウンに関しての評価した時のモデルとどのぐらい合うかとかですね、その辺ちょっと。はい、その今のご質問で実は非常にたくさん受けるんですね。どう評価したんですかというところで、実はその非常一つ の、 孤立した積乱雲については確かに評価いくつかしています。ところが実際の現実はその、まあ、一つの雨の領域に関してもマルチセルであったりコアがたくさんあったりということで、その予測に対してどれぐらい正確な評価が、評価方法をどう構築するかというところが非常に難しくて、数字でお見せするよりも多分絵で見せた方がいいのかなということで、その目で見る評価というのが主体になっています、私どもとしてはですね。でもちろんその連続一次元のモデルを入れた場合と入れない場合で、降水予測の全体がこれぐらい違うという評価はしています。他にいないでしょう。斉藤さん、2つ、水平部でウィニプロファイルが使われているということですけど、カバーしてないところとか、マージ解析みたいなものは使ってないこと、あとは線状降水帯となんか渦でしたっけの関係、その物理的な意味はちょっと私までよく分からなかったんですけど、どういう物理的な意味があるのか、ちょっと何か。まずウィンドプロファイラーの風はもちろんその、陸地から遠くなっていけばもう全く観測データがないので、どうしてるかと言いますと、もう単純に外装してます。ですから遠くに行けば精度が落ちます。ですから精度が落ちているということを分かつまり一番近いプロファイラーがどこにあるかということから距離でその使い方を変えています。ですから遠くなればなるほどその利用精度が落ちた形で使うというのが使い方としてです。毎時代解析等 の、 その情報は、それから2つ目 の、 線状降水帯の風の話ですけども、もうこれはまさにこれから多分細かく議論されていかないといけないことだと思うんですが、実は私レーダーのデータを見るようになって5年近くなるんですけど、最初にその2010年ぐらいの時に線状降水帯 の、 その X レインの動画を見ていた時、 X レインと1分ごとに更新するんですけど、その時の動画を見ていると、どうもこう回っているように見えるんですね。回っているように。その時にこういう渦みたいなものがあるんではないかという着想がもともとあったんですけれども、それを風で3次元で解析してみると、どうも実態としてもあるんではないなという着想です。ただ、それと強い雨の持続、または停滞がどういう関係にあるのかというメカニズム、このものについてはまだまだ私自身は理解できてないと思います。他にないでしょうか。そっち側の若月さん。筑波大学の若月と申します。2つ質問させてください。1つは連続一次元モデルの組み込み方がいまいち理解できてないですけれど、これは実況の最後の段階、予測のところだけ組み込んでいるのか、それとも実況の中に一次元モデルを当てはめるように組み込んで、それの延長としてさらに予測の中
がもう自定義する段階っていうのがちょっとあの判断しづらくなるんじゃないかなというふうにちょっと想像したんですけど、いかがでしょうか。まず現職一次元のモデルをどう使ってるかというところですけど、それはあのですね、答え方が難しいです。つまり、純粋に予測で使ってます。ですからその、発生予測であればそのここに積乱雲できそうとか、だからそこで一次元モデルを使ってこれぐらいになるかなという予測をするわけです。でもう一つその実際にもうすでに積乱雲強いエコーがある場所についてはその少し時間を遡ったデータを使ってその雨の現状一次元モデルを使ってどういう雨の降り方を予測して、でそれと現状のが一番合うタイミングを見つけて、で そこから先をのモデルの結果を予測に組み込んでいくというやり方をしています。それから線状降水のつまり発生の部分ではなくてどう終わっていくかということですね。 それはですね、実はこれさっき飛ばしてしまったので私はなかったんですけど、もう一つ実はもう一つのパラメーターがあると思っていまして、これですね、これが広島の大雨の前、よく12時間前までのエコーの動きをエコーなんですけども、それをですね、ウィンドプロファイラーの高度3キロの風で視点を切り出すところを動かしています。でこれ右と左で動く方向が違うわけですけども、実はその広島で雨が降る前にその視点を動かしていると、実は九州の辺りで強い雨が降っている、これが今右側ですけど戻っていって、ここで強い雨が降ってで海に戻って出てくると危なくなる。でつまりこの過去にどれぐらい雨をもたらしてどういうタイミングでどこで雨を降ったかということの履歴を実は今度の予測では使うようになっていますので、終わりいつ終わるかというのも実はおおよそこれで予測ができる。つまりこの場合ですと午前4時ぐらいに雨が弱くなるというのは、その九州で降った雨の分布からおおよそ傾向がつくという仕組みになっています。すげえ。すげえ。村上さん何か。あ、いいですか。今日は小によるエコーの話をちょっと近かったんですが、実際に普通の C バンドレーダーで小によるエコーかどうかというのをどう評価したかという話と、もう一つはその、延直流を推定するといったときに延直北に積算した雨水量の増減でとおっしゃったんですが、まあ、これは多分凝結量のイメージだと思うんですけど、延直、まあ、上昇流という、ただ実際にレーダーが見ているのは、まあ、大きな受け入れだけで雲水の部分は見てないということで、レーダーで見てる雨水っていうのは実は延直流で絞り出されてくる水そのものではなくて、雲水から雨水に変換するところももう一つ入っている、その辺のところはどう切り分けてもらえるのかというもう一つの質問です。まず氷に関しては、 C バンドの氷はどういうパラメータを使っているかといいますと、反射強度、それから延直方向の単位雨水量ですね、単位体積あたりの雨水量がある敷地を超えているかどうか、それから降水セル自体の例えばエコーのトップがどれぐらい高さにあるかということが統計的にその3つぐらいですね、3つぐらいのパラメーターで、その表があるかないかというのを過去の事例で統計的に求めてそれを当てはめています。かなりその表の事例って実はその観測データというよりも氷がありましたという通報に基づいているというのが非常に多いので、実は難しいところであるんですけど、そのデータと、あともう一つは X-ray は20変波のデータがありますので、KDP とか FIDP とか、その20変波のデータで氷があると、また別の式が3式ありまして、それで氷
C バンドのあるところの付き合わせをして、まあ、その統計的な手法でもある程度いけるだろうという判断がありました。それから延長という話ですけども、それはまさにもう私も開発するときにレーダーでは雨しか見えなくて雲は見えないのはもうまさにおっしゃる通り で衛星を使おうかと思っても衛星は上しか見えないということで、その部分の近似というのは ある意味非常に近似計算だと思っています。ただし、その情報を近似計算でも雨がどれぐらいこれから強くのこのエコーが強くなるのか弱くなるのかというのはやはり使ってみると使えるというのが実感としてありましたので、これは近似だと割り切って使っています。だいぶ時間も、経ったので私からも質問は あるんですけども、最後 の総合討論の時間に回したいと思います。北川さん、どうもありがとうございました。